のカリーが好きですって書いてあるね。でもインドのカリーって牛肉入れないよね、宗教上の理由で。だからその意見もバカだね。でその相方のアラポン君はその点彼を見守らなきゃいけない、本来は彼のストッパーじゃなきゃいけないけど、彼が書いてきた1位がまずナスなの、ね、まあまあまあそれは自分のと違うかもしれない。1位ナス聞いて、1位ナス、豚バラ肉、じゃがいも、人参、チキン、玉ねぎっていう6個なの。一瞬豚バラ肉とチキンが被ってんじゃんと思うじゃん。そんなとこじゃないの、堂々と6個だ。俺ベスト5って書いてるよ、言葉をベスト5を6個書いてきちゃうっていう、片や具材って言われて1位2位の大事なところをルートなんで締めてきちゃうみやぞん君と、そこに6個で、俺もうこの2人は使います。この2人はもう使わないと話になりませんから、合格ですよ。狙ってきてたらアウトですけどね、そういうやつですよ。そんな曲です、赤い公園で恋。もうだから今週何やったっけみたいなスケジュールバーって書き出してみたんだけど、何をやってんのかも全然わかんなくて、先週ラジオ終わりで、お天気のゴー君に運転してもらって浜松まで、まあその浜松のとあるお店の写真を撮りたくて、で、こう、写真と、撮りに行き、で、帰ってきて、そのまま会議に行き、その企画会議に行き、で、そこで、先週話したプラモ、その、バイクに乗ってる、まあ、もうオンエアされたかいいのかな、オンエア、予告がオンエアされたんで、なんかこう、変わった店名、お店の名前を、変わった店名、ありそうでなさそうな店名を挙げて、こういう店名がありそうでなさそうと思うけどって言って、実際に、あったら、アウト。みたいな企画を。チキンレース方式、ギリギリ、それは結構ありそうだよね、みたいな。絶対ないようなやつ言っても、セーフで当たり前だから、それをこう、ギリギリのとこ攻めて、ギリ、それはあんじゃねえのがなかった時かっこいいみたいなで、チキンレースっていうテーマで、まあ、その、みんながバイクを、バイクに乗ってるっていう映像が欲しいから、バイクのプラモとそれに乗せるフィギュア。で、それに乗せるフィギュアを色を塗り替えたりとか、あとその服装を削ってジャージっぽくしたりとかして、いつものこの番組の制服のジャージを着てるフィギュアを、まあ、作ろう。で、もともとその CG を発注する金がないわけですよ。金がないからやろうっていうことで、で、まあ、俺がそのフィギュア作って、どうだろうって言ったら、まあ、ものすごい、それいいっすねっていう感じではなかったんだけど、作ってきちゃったからみたいな。まあ、俺がもう責任編集だから、ディレクターいっぱいで最終的に OK 出すか出さないか俺、だから、そいつが作ってきちゃったんだ、もうしょうがないじゃん、もう。もうその、47歳、48歳直前ですよ。指先を緑のタミヤカラーでベッドベッドにしながら。だって、またさ、プラモ作り能力が衰えちゃってるからさ、あんな簡単なプラモなのに、まあ、アロアロファ使ったり、タミヤセメントっていうセメライン使ったりするんだよ。接着剤使ったりするんだよ。その接着剤が親指とかついてガビガビになっちゃってるわけ。iPhone の指紋認証が全く効かなくなってんだよ。それぐらいの状態のやつが、その企画会議、ね、企画会議に来て、作ったんだぜって見せたら、まあ、向こうも気は使うよね。いらないとは言わないよね。そしたら使ってくれることになって、まあ、じゃあ使うよ。じゃあ使いましょう。いいな、これ使え、いいっすね。超いいですね。みたいな。で、使いましょうみたいなことになって。目は死んでるよ。完全に本当の超いいのトーンではないけど、使いましょうつって、その回の担当の、清水ディレクターっていう人が、今日のメンバー紹介みたいなところで、フィギュアの顔のところに写真を切り貼りして、そのお天気ゴー君だったらゴー君の写真をペタって貼って、で、それをこう、その、公園の植え込みとかに置いてないとか、置いて、それをこう、VTR で撮るみたいな写真での、紹介みたいのを作ろうって結構凝ったのを作ってくれたわけ。まあ、俺からするとだよ。俺からすると、これ言わなかったよ、ディレクターに。言わなかったけど、フィギュアの顔の目玉を描くのにすげえ苦労したから、それを切り抜いた写真で隠しちゃうっていう、センスどうかなっていう。で、できてみたらこれ結構いいわけ。ね。いいもん作ってくれたんだけど、そしたら今度、女性の出演者っていうのは、うちの番組、エンジ色のジャージなんです。男性出演者は緑のジャージで、この緑のジャージのフィギュア作ったんだけど、そうすると、顔の首元はエンジ色のジャージなんだけど、緑の、その、ライダーが、バイクの乗ってるフィギュアが使われてるのが、ちょっと嫌なんだよね。これで、エンジ色も作って、これ驚かしてやろうと思って。これで、この日からエンジ色バージョンのプラモ作りに入るわけ。これで、編集でもその間もどんどん進んでんだけども、驚かしたいから、ね。最後の編集の、まあ、昨日なんだけど、昨日になって、
いや、ちょっと一箇所直したいとこなんだよ、つって。じゃじゃーん。あずき色のも作りました、つって、あずき色の持ってったのよ。したらね、その時はさすがにね、嫌な顔してたね。だって直さなきゃいけないんだもん。な、取り直さなきゃいけない。もう全部出来上がってる。紹介の場面なんか最初のところで全部出来上がってるわけで。一年それでいいっつったのにさ、俺が満面笑顔でさ、あずき色の持ってきちゃったからさ、嫌な顔だけども、なんだろうね。あ、最高ですねなんて。もうなんかアフレコがあってね、みたいな。なんか映像とアフレコあってみたいな、ないみたいなセリフで。それでこう、取り直してもらったりとかしてんだけど。で、もうとりあえずカンパケって言って、もう完全パッケージになりました。来週、今週の金曜日に放送する番が出来上がりましたって言うんだけど。あのね、ムカつくのが、そういう俺は小物が入ってるのがすごい好きなわけですよ。で、今回その天命チキンレースっていう名前で、ルール説明をしてる後ろのところに、あの、皆さんご存知ですかね、天命チキンレースですよ。で、もう俺公園でこうルール説明してんですけど、不良のおっさんみたいな格好してんですけど、その植え込みのところに、俺からしてみたら、聞くぜっていう加納天明さんの写真集を。よく公園とかに本捨ててあるじゃん。ましてちょっとエロい本って捨ててあるじゃん。あの感じで、後ろにその聞くぜっていう本を売り、その写真集、加納天明さんが責任編集してた本で、昔。しかもちょっとエロすぎるつで発売禁止からなったんだよね。で、その本が植え込みに落ちてるっていう。で、さりげなく聞くぜが落ちてるっていうのをすっげえやりたくて。みんなに言わないよ。みんなにそれがギリで、実はこんなのあるんですってのが好きだから。で、ネットで検索したら、これ聞くぜは、そのエロくて、発売禁止で途中で発禁になっちゃったせいで、結構プレミアがついてんのよ。だけど面白くない？天命って企画なんだよ。今回天命でみんな遊ぼうっていう企画の後ろに、加納天命の聞くぜがさりげなく落ちてんの面白くない？これはもうやばい、やばい。もう想像しただけで、もうお腹がよじれる。今、ごめんね、みんなお腹痛くなるから笑っちゃってると思う。ほんとごめんね、ラジオで聞いただけでも今転げ回ってもお母さんとかに怒られて、なんだろうなんて言われてると思うよ。こんだけ面白いことを言われちゃったら。で、俺ももうすげえ嬉しくて、少々お高かったんだけど、とあるネットの、その、古本屋で注文したのよ。それが今日現在来てなくて明日届くっていうのね。もう撮影全部終わってんの。超いらなくない？なんなの？このネットのさ、いつ来るっていうのを全く守んない業者ってなんなの？はっきり言うけど、俺だって中学生じゃねえんだから、加納天明の聞くぜを今更いらねえ。別に、その撮影と関係なく、明日来んの。もう納品してるのに、明日来んの。聞くぜが。今更聞くぜが。抜いてやろうか、この野郎、師匠。ちょっとだから聞くぜ見て抜いてやろうか、この野郎。最初さ、その聞くぜ注文した時はさ、木曜日に来ますみたいなこと言われて、で、木曜日だったらギリ、その、バイクの取り直しにも間に合うからいいやと思ってさ、したらそれが金曜日になりましたみたいな、すいません遅れますみたいな話になってさ、で、金曜日にも来ねえんだよ。で、金曜日からちょっとやっぱ編集とあと原稿書きとかいろんなの溜まっちゃって、俺金曜から土曜にかけて、三田のアパホテルに泊まって、アパホテルでずっと仕事してたのね。編集所も近いから。で、なんかわかんないことあったら呼んでくれって言って、その行ったり来たりしながら、原稿書きの、今前座ってる構成の渡辺くんとまた鉄拳の打ち合わせをしのみたいことをやってるわけ。そしたらさ、もう、俺土曜誕生日だからさ、48歳の。誕生日で結婚記念日なのにさ、その、迎える瞬間がさ、アパホテルに一人でいるんだよ。で、もう、ちょっとへこむじゃん。で、へこんでる中さ、神さんとかがメールくれてさ、誕生日におめでとうみたいなことを書いてくれると同時に、荷物が届いてたから、開けましたって書いてあるのね。待て待て待てと。誕生日に荷物届いたの開けちゃダメだと。聞くぜ入ってもらったんだから。じゃそれがうちのマネージャーの今村からなんか誕生日プレゼントつって、豚肉、しゃぶしゃぶ用の豚肉だったんで、だから神さんからしたらその用冷蔵になってたから開けたんだけど、もう聞くぜのせいで俺結婚記念日に家も帰んないで家に聞くぜ届いたからもう終わりだろ?48歳の結婚記念日、48歳の誕生日としてみたら。そうなんだよ。もう何にも、なんか今週ほんとそんなだったなぁ。一瞬誕生日の間中家帰って、たりとか、あと前倒しでちょっと恒例の飯食いったりはしてんだけど、まあ、とにかくね、テレビ番組がその伊集院光のテレビがまあ、トラブル続きっていうかもうめんどくさくて、まあ、もうことの起こりはその紺野ブルマのチンコ謎かけからなんですよね。そのチンコ謎かけを最初にオンエアした時に、いや一番最初の時は漠然とだけど別に大丈夫ですよって言われて、その紺野ブルマの採用も紺野ブルマっていう若手のお笑い芸人の子を採用したわけですよ。でこの子はもうチンコ謎かけっていう何をかけられてもチンコで解くっていう技のもう達人だから家元だから、この子が出る以上はもうチンコなんてことは出るんですよ。
茂木健一郎呼んでノーって言うなよみたいな話ですから。あいつ一言も喋んねえと思うよ、そしたら。で、それが、その、全部脳にこじつけちゃうんだ、あいつなんか。で、それを、その、言ってたのにもかかわらず、いざ、予告編でじゃあ次回、今度ブルマが出ますよ、つって、チンコとかけましてっていうのをやったら、その BS の局の偉い人が、もう、何やってんだこの野郎って話になって、そのチンコを、そのチンっていう音で消せって話になるわけですよ。それもちょっと嫌だったんですよ。だってもう、もともと、まあ、その、そういう署名を交わしたわけじゃないけども、いいって話になってたから、そこ言うと、表現者として、ね、俺の、その、何、この表現者として、チンコって言いたくて、もう言いたくて、しょうがないですから。もう表現者として、俺は年長組の時のおじいちゃんの法事から、チンコ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 って言ってた人ですから、あの時から俺の始まってる表現を曲げることになりますから。でも、周りの人間の、そりゃそうだよなって意見に申され。ね、一応そこに、チンっていう。要するに、チンって言ってる、チンコって言ってるところ、チンのあたり、チンってやったら、コって言ったから、チンチンコってしてれば大丈夫だっていうことで、その、音で消したわけ。で、今度次に、それで俺は従った、した大人たちに従ったじゃん。48のセリフじゃ全然ねえけども、尾崎豊が学生時代に言って始めての、汚え大人たちに、ね、その、従ったじゃん。したら今度、字幕もち、まるこ、って、しろってなって、その字幕もチンコって言うんじゃね、チーマルコにしろって言われて、もうなんか、もう、それをやられちゃったら、俺はあれですよ。もう、ありとあらゆるペンの試し書きにチンコって書いてきたわけ。この間、しくじり先生の鳥の楽屋で、ちょっと筆でこう目標を書いてくれっていうのがあって、クミッキーしたかの女の子、クミッキー、船山久美子。俺ずっと部屋でさ、とりあえず筆字書くのにさ、筆をこうやって鳴らしながらさ、いつものようにチンコ、チンコって書いたらさ、クミッキーが挨拶に行っちゃってさ、どうもーって言ったらさ、目線がそのチンコにバッチリだよ。で、もう最終こう、試し書きだから、でっかくチーンコって書いてあるところにして、よろしくお願いしますって言われたわけで、出演者全員来年の目標を書くっていうところだから、多分クミッキーからしたら、何それっていう、本番さながらのところにチンコだから、自分は何て書いたか知んないのか、美を追求するって書いてあるか分かるよ。書いてる中、あいつ同じ発注だよね。同じ発注でチンコって書いてんのみたいな。変な感じありーの。それぐらい僕はチンコっていう字を書いて、行くわけです。ね。で、その、なのにその、チンコを丸で隠せって。チー丸こうにしろと。じゃあ、こうしませんかと、俺は。本当はおチンコって言いたかったんだけど、丸の後にチンコだけ出す。その、おを消すことでって、どうだろうと思ったら、まあ、そういうことは、うちのその間に入っている包みという、そのプロデューサーが、多分上には言わないという大人のやり方をしてると思うんですよ。とりあえずその、チー丸こうで、統一っていうことになって、多分この番組をご覧いただいた方からすると、第2話、まだ今度ブルマ出てないですよ。第2話の予告編では、もろにチンコつってたものが、第3話ではチンコになってて、で、第3話、第4話ぐらいからは、その、書くときにもチ、丸子になってるって思うんですけど、第6話のその編集の段になって、一切書くな。話の流れで出たやつはチンって入れた上に、いわゆる、ボイスオーバーさ、今その、いわゆる、喋ったことを字幕で出すじゃないですか。あの字幕にももう文字で書くなって話になって、なんだよそれっていう、ね。まだ出すなとは言われてないのね。あの本物のチンコ、俺のあの伝説の巨根、伝説の巨根ですよ。びっくりするよ。散歩した犬がおしっこかけちゃったの。おなじみのあれの伝説の巨根ですよ。ね。あの、バズーカ持って入国できませんって言われた。あの、諸外国で言われているあの伝説のやつですよ。初恋相手を通学シーンを見たい女の子が、俺の、それに寄り添って半分顔を隠した。星ヒューマの練習を秋子姉ちゃんが隠したと言われてるあの超巨根。いじっていじって12センチでおなじみの。あの超巨、あれを、出すのはまだ言われてないからどっかで出してやろうと思ってるんですよ。延々と出してやろうと思ってるんですけど。まあ、それの、揉め事で、もうもはやさ、俺からしたら、チーマルコの字幕に関してはどこでも出てるじゃん。普通の地上波でも、のゴールデンでももはや出てるじゃん。チーマルコに関しては。一個譲ったらそこまで行くのかよってなり始めて。ちょっとそれに関して俺は俺でおむずかりなわけ。で、
まあ、その間に入ってる、やっぱりそれ物分かりのいい、まあ、プロデューサー、でも、事なかれ主義のプロデューサーと、あと、その局の中でもすごく分かってくれる人とかいろいろ話し合って、まあまあやってくれ、まあ、いい大人、しかも背広組が、ね、チンコをどうするって話をさせてるのは大変申し訳ないんだけど、そうやってやってる中、先週、先々週ぐらいの放送で、今度はちょっと本当に間違えちゃったところで、綾川、宮崎県の綾町ってとこに行って、その綾川遊水群と湧き水を取ってくるロケをやりましたって話はこれ前したんですよ。それオンエアだった。で、オンエアの時に、まあ、この綾の人にはすごい俺お世話になったし、本当に綾の人たちに助けられてうまくいった企画だったしたんだけど、その時に、綾川遊水群の説明のテロップの中に、針葉樹林の中に湧く湧き水ですって書いたんだけど、実はこれは照葉樹林という、まあ、ある意味針葉樹林とある程度対極にある、全く違う、その種類の林の中の湧き水なのに、間違ったテロップを出しちゃって、で、これを指摘してきたりすごく怒ってる人はいないんだけど、俺としてはあそこまでお世話になってる人の一番 PR したいであろうことを間違ったことを書いてしまったってことは、ちょっとやっぱりそこは、申し訳ないことをしたから、これのお詫びを出したい。これのお詫びは次の週の分には入れたいな。その、あの時には、針葉樹林って言ってしまう、書いてしまいましたら、それは誤りで、その照葉樹林の中に、で、またその、綾町の照葉樹林っていうのは、すごいその、美しくて観光名所でもあるから、そこはちゃんと直したいってことだ。だから、番組最後にお詫びを入れたいんだけど、そのお詫びをするときに、あんまり、真面目にやるのも、その、温度が難しいよ。お詫びはしたいけど、あんまりガチガチにお詫びしちゃうと、お前もっと他にもお詫びすることあるんだろうってことになりかねないか、その綾と関係ないところから。だからお詫びはしますけど、右下のところにアワビの写真はぜひ入れ、ごめんね今、隣近所から笑い声がでかい、笑い声がでかいと今、皆さん深夜なのに布団かぶって、ね、布団かぶって二の腕を噛んでなんとか、血まみれになることでなんとかね、お詫びの右下のところにアワビの写真がさりげなく、どう？ちょっと待って、笑い我慢して。無理でしょ？で、その感じが、その感じが、我慢できる CM 行った今。我慢できる CM 今笑うんだ。CM の間に今みんなで笑うじゃん。お腹が痛くなっちゃった。それじゃん。なんでこれで来たでしょうか。いやー、もうやばい、俺今。二の腕噛みちぎっちゃって骨がもう見えちゃってるもん、もう。あまりに面白くて。ほいでさ、また夜中にさ、ま、わけわかんない。もうバランスがわけわかんない、もう完全に。その、他のディレクターに、ここはみんなから講義を受けてるわけでもないし、そういう学術的な番組でもないし、本当にさらって言っちゃってるとこだから、まあ、その、お詫びをするかどうか微妙なのかもしれないけども、俺はその、あやの人にあまりにお世話になってるから、ここ、すごくいい子じゃん、俺。すごくいい子。だけど、これを詫びたことで、なんかこいつを詫びるなっていう感じに思われたくない勢力もすごいいると。だから、俺の中では、きちんとお詫びコメントは言うけども、右下のとこにアワビの写真を出しておきたいっていう、こういうバランスだっつって、全員が、何それって顔してました。あはーってなってましたけど、そうするとみんなで、やっぱりその、使用できるアワビの写真を探し始める。で、その間に、いろいろ俺はそのお詫びの原稿を書いたりとか、自分で何秒ぐらいあるかを喋ってみたりとかする中で、まあその、綾川遊水群が、番組第5回かな、5回の放送の中で、綾川遊水群を、針葉樹林の中に湧くと、説明しましたが、正しくは、照葉樹林の中に湧くです。お詫びして訂正いたします。あと、数秒尺としてその編集すると残りますとなったんで、喋ってみたら。で、その後に、数々の下品な発言をしてますが、そちらに関しては反省していないって言うと。で、行ってそこにアワビの写真を入れることになった。で、向こうから、その他の連中からすると、攻めすぎじゃねえみたいな感じはなってきてるわけですよ。ね。で、その中に、AD の桜田っていう AD が、ね、頑張ってるんですけど、そいつが持ってきた写真が、そのプロデューサービビって、包みビビってから、間に入ってるから、プロデューサー包みビビってから、そいつが持ってきたアワビの写真が、その、さりげなく何の説明もなくですよ。ね。黒に白でお詫びが書いてある画面の下にポンと置いてあるんだけど、見ようによってはですよ。
おちんちんより絶対ダメなやつに見えた。おちんちんより絶対にダメなやつに見えた。で、しかも中で俺が言葉足しちゃってるから、下品な発言に関しては反省していないって足しちゃってるところに、それ出ちゃうと、いよいよな感じになっちゃって。ほいで、もうそのプロデューサーの堤がさ、俺はもうそのどれでもいいよ、アワビの邪人なんて言ってんのに、プロデューサーの堤がそれはやばいと思ってから、それだ、それ違うっつって。そうじゃないアワビがあるはずだっつって。でも言ってるわけ。で、いてもうトンチンカな指示をずっとしてるわけ。もう最初なんでそんなにアワビにこだわってんのかわかんないんだけど、俺がもう見たその取れたての黒アワビ。ね、取れたての黒アワビの状態のやつで裏返しになってるやつを、それでいいじゃん。それが一番アワビらしいじゃんってのに、いや、もうちょっとこれはもう熟慮した方がいい。面白くなるには熟慮した方がいいですから、つって。あれだよ、中華料理のアワビのやつもあるだろ、つってんの。で、俺、中華料理のアワビのやつなんか分かりにくいからダメだよ、つって。またそうすると、桜とか、じゃあ他だとこれなんですけどって言うと、今思えば、より閉じてるってなるの。やつが出てきてるから、より飛騨坊城のやつが出ちゃってるから、もう。ねえ、それが。ビラっちゃってっから。っていうかさ、金子、ディレクター金子とその後に手叩いてる、プロデューサーの宮崎もこれにピー入れろよ、生で。なんだよ、ビラっちゃってるって。お前ビラっちゃってるはいいのかよ、この番組は。で、それを出してくるのも、せめぎ合いでさ、もうそのプロデューサーって、それよりもっとね、ちゃんとこう開いてる状態、残酷焼きの映像があるはずだ。それ開いてるやつがいいとか、あと、そう、お作りになってるやつのやつも探してこい、バカ野郎、みたいな。酒蒸しで、これ買ってきて酒蒸しにしてつけろ、みたいなこと言ったら、俺からして酒蒸しにしたらわかんねえだろうと思うんだけど、それをすごいやってるわけ。それで、あとなんでそんなこだわるんですか、いや、ちょっと気にしていいかもしれないんですけどもっていう、この最初に桜田の持ってきたアワビがさっきの文言の横に入っちゃうと、あまりにもなんで、ちょっとそれ、で、最終的にはその貝殻の方の写真がねえ形だったけど、貝殻の方の写真はこっちのフリー素材のストックがないわけよ。したらもうさ、それプロデューサー堤はさ、ビビっちゃってるからさ、よくあるだろう、下町とかの花壇の横のところにあのアワビのやつが、その花壇の横なんだかわかんないけど、デコレーションしてあるだろう、あの貝殻が、つって。そこを朝一まで探して撮ってこいっていうのね、写真を撮ってこいってだけど、それじゃもう意味合いがわからねえからつって。でも言ってることがビビってて、徹夜続きのスタッフの中だから、これどうですかって。お詫びって言って、アワビの写真があるやつのアワビがあるべきところに、サザエがあるパターンどうですかって言ってきてね、マジで。で、行って途中から、それいいねみたいになってんだけど、もうなんだかわかんねえじゃん、そうなっちゃうと。夜中みんなで、このアワビはどうだとか。でもその最後白状してその、プロデューサーつみがそれを言ってからは、俺らもビビり始めて、そこエロとかかっちゃうともう、あんなに面白かったやつが、ちょっと面白くなくなっちゃうじゃん。そこがエロとかからない方が全然いいから、そのエロには見えないけど、アワビには見える写真素材はどうなんだっての、一旦編集を中断してやってるわけ。何をやってるんだ俺たちは一体何をやってるんだもうさ、そのチンコの表記で怒られてさ、アワビが女性器に見えるから使ったのかってさ、誕生日だよ俺誕生日、ね、結構人生でも大事なやつ、バースデーですよね。東山のりゆきが俺にナレーションを当てる日ですよ、バースデーですよ。それがどういうことなんだろう。でもそういうことやってる時が超楽しい。もうね、昔そう考えたら尖ってたな。別に昔は良かったじゃないけどさ、テレビだって頑張っ、今テレビ規制規制って言って、よくテレビマンがね、もうすっぱだかを股間を小さなポータブルテレビで隠してるんだけど、テレビマンがよく言う、最近抗議が多いから規制が多くなってテレビがつまんなくなるみたいなやつは、俺あんま言いたくないっていうか、それはそうだろうけど、それはそうなこともあるし、それよ、でもそれは弱音だから、最後規制してるのは自分なんだから。もうなあ、昔ね、だからそれすげえ攻めてんなと思ったのが、週刊宝石っていう雑誌があって、もうなくなっちゃった、おっさん向けの雑誌なんだけど、その週刊宝石に当時街の写真屋さんがどんどんこうオートマチックになってった時代で、そうするとこう、その大きなメーカーがチェーン店で現像をやるようになったの。今でいう何分間、1時間55分で現像しますみたいなの出だした頃で、もう20年ぐらい前だよね、の頃に、やっぱりそういうところは一人一人が判断しないから、その大きな企業のもう決まりで、エロいものがちょっとでも映ったら現像しませんっていうのをすごいやった、明確にしたって。
で、それに対して週刊宝石は、その、映るんですかな、あ、映るんですで、36枚撮りのうち、35枚をアワビの写真を撮って、1枚だけ女性器を入れる。っていう、それがどれぐらいの確率で現像されるかっていうルポをやったのね。バカじゃん。アワビ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 コマンアワビアワビアワビっていうのをずっとやって、どこのに、それを見逃さなかった現像会社は、どこだみたいな企画をやってて、で、そうするとさ、当然その後のページに載ってる、これが現像で帰ってきましたっていうアワビのものすごい量の写真、超ドキドキするじゃん。で、次のページがまたエロ、ヌード写真だったりとかするわけ。処女探し、次のページ処女探しっていう名物のコーナーがあったんですけども、夢のあるコーナーがあったんですけど、なんかわかんねえけど、こうやってやってるのが、まあ、向こうのさ、こうやめた方がいいよって言う人も言う人で、ちゃんと大人の仕事として言いたかないよね。で、そんなもの、セリフ言いたかねえけど、こう、まあ、言う立場だから言うんだろうけどさ、はい、そうですかってわけにはちょっともういかないですからね。もうそう言ってくるようだったらもう俺は伝説の巨根、見せることになります。番組で伝説の巨根を一旦灰色のタミヤカラーで塗って、それでその横のところで、犬がおしっこをかけてるみたいな映像を、大丈夫タミヤカラーって。あれ、粘膜のところにタミヤカラーは大丈夫なの、ね、もうそういうことですよね。さあ、ヤフークソ袋行きたいと思います。ヤフー知恵袋に送ってもご迷惑しかおかけしないようなクソみたいな質問ってたまに知恵袋にも送られてるじゃないですか。いやね、もうね、ウィンウィンの関係になるにはですね、今のウィンウィンってとこ大丈夫ちょっと。バイブが動いてる音みたいな感じになるから。表現としてこれまずい、大丈夫ウィンウィン。ね。大丈夫ならいいけど。その、お互いにメリットがある関係になるためには、そのアホみたいな質問をヤフー知恵袋に、知恵って大丈夫知恵っていうエロい子がいたん。昔俺の持ってた、ビニボンに知恵子っていうタイトルのビニボンがあって、これが超エロかったんだよ。ビニボンの方は大丈夫大丈夫だよ。ね、で、その、チンコ。なんで言ったのチンコって今なんで言ったの今。なんで言う必要ないところにただただ言ったのチンコって。で、その、ヤフーチェーブクに出たらご迷惑かかるようなやつを、やめ面白いからこっち送ってくれればお互い楽しい関係でいれるっていうことでね。それじゃあですね、今俺の中で今ニヤニヤしてるじゃないですか。このどさくさで間の方言ったらどうなんだろうみたいなことちょっと待って。何なんだよ。あるだろ、ルールが。ルールがあるだ、わかんだろ。さあ、いきます。ヤフークソ袋最初の質問はこちらです。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフさん。先ほど、荒垣結衣さんを見かけたのですが、髪はボサボサで、服は汚らしく、ボーボーのヒゲを生やして、チンゲをかきながら、あー、風俗行きてなー、と言っていました。彼女は一体、いつからこんなに変わってしまったのですか？もうこういう番組だからね。こういう番組だからさ。だから逆に大変なのはだよ。規制を入れようって局が多分してくるとするじゃん。そうすると、急に俺じゃないかね、大変なのは。アメリカの DJ スタイルとかはディレイつって5分、5秒とか10秒とか、遅らせて放送して、その間に、プロデューサーディレクター判断して、どうしてもダメなやつはそこに P を入れていくみたいなのがやり方だから、そうなってくると、今の倍、いや、3倍言うやつを、もう、で、もう、ディレクターがピリ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 ってやってて、で、俺は巧妙にその P を打ったやつがモールス信号的に男性器を示してるようなやつにまで、入れていくから、そっちが大変ですからね。先ほど、荒垣結衣さんを見かけたのですが、髪はボサボサで服は汚らしく、ボーボーの髭を生やして、チンゲをかきむしりながら、ああ、風俗行きてえなー、そういう役じゃない？そのカメラを見っけなかっただけで、多分荒垣結衣ちゃんがそういう役で、ゲックに出てる撮影の場所をお前ら多分見ちゃったんじゃないの？多分そういうことだと思いますよ。どういう役をこいつ。そういう役で、大河に出てるところをお前ら間違えて、このラッパーザキバチョクさんが見かけちゃった可能性がありますからね。じゃあ、一回 CM 行きます。月曜日、一応日から新夜の朝日か。さあ、じゃあ、アホな質問、続いてはこちらです。ラジオネーム、イムラマラムヨシさん。皆さんが食い逃げの際に使う型を教えてください。ちなみに私は、スタンダードな
携帯電話に着信があったと見せかけて逃げる偽着信型を使うのですが、私の両親は古いタイプの人間ですので、今でも店員を殴って逃げるノックアウトラン型を使います。他にもトイレに行くふりをして逃げるダブルシードロン型や、初代佐藤隆考案の社長の知り合いを装う佐藤型、食い逃げの始祖としても有名な西園寺三郎太先生が使っていた西園寺式爆走型などがあるかと思います。流派の違いなどもあるとは思いますが、ぜひ皆さんが食い逃げの際に使用する型を教えてください。あとアメリカからやってきた店員をピストルで撃っちゃうやつの心得がある方の経験談もお聞かせください。もう最後は別に食い逃げじゃないからね。まだ名前がアメリカから来たばっかりで名前がついてないんですね。店員をピストルで撃っちゃうやつです。で、撃っちゃうやつに関しての心得がある人っていうね。まあまあ、送ってもらった文面で聞いてわからないやつちょっと直しましたけど、ね。初代佐藤隆考案、ね、佐藤隆はもう二代目三代目はすごいいますからね。初代佐藤隆考案の佐藤型です。もうだから佐藤型が、基本、社長の知り合いを装う佐藤型ですから、なんか言うんでしょうね。社長に佐藤来たってくれれば分かってくれるから、みたいなことを言っていくのは佐藤型でしょうね。そして食い逃げの始祖としても有名なって書いたんですけど、ね。食い逃げの始祖だとすると、すげえ古いと思いますよ。ものすごい古いと思うんですけど、西園寺三郎太先生が使っていた、西園寺式爆走型って書いてあるじゃないですか。たださ、これ見る限り想像ですよ、僕も。この流派を勉強してないんで。ただ走ってますよね。西園寺式もクソもないですよね。ただ、初代っていうぐらいだから走り方がある昔の難波走りみたいなことなんですかね。手と足が同じ方が同時に出るというね、あれなのかもしれないですけどね。あと、まあ、よくありがちなんですけど、みんな食い逃げしてるって思い込んで始まるっていう。で、皆さんの方を教えてくださいっていうね。あ、そう、あと、CM 中調べてびっくりしたんだけど、さっき速攻ハマってた人いるじゃん。速攻ハマってた人、2年前にもハマってて捕まってるらしいね。速攻ハマってスカートの中見てて、あれ何型なの？で、パンチラ見る中でもいろいろあるじゃないですか。スーパーカー爆走型つって、スーパーカーで横でブワーって爆走して、スカートをめくり上げるとか。速攻型相当昔からやってるっていう。さあ、じゃあ続いていきます。三つ目です。ラジオネーム、トペスイシーダ自爆さん。アメリカの俳優、サミュエル・L・ジャクソンさんの L は、チンコが L サイズ。藤子 F 不二雄先生のチンコは、普通サイズ。ってことは、すぐに分かったのですが、そうなると、角田博さんのチンコのサイズはどのくらいなのでしょうか。星サイズっておかしいでしょう。あ、開きかかった肛門の大きさを表しているのかな。そうです。マイケル・ジェイ・フォックスさんは極端な右曲がりということを、J で、表してる。杉作 J 太郎さんも、大体右曲がりってことを表してる。私は聞いてますよ。私は、空耳で聞いてます。私は、小学校の時一人部屋にこもって、換気の不十分な部屋でプラモデルを塗ってる時に、そう聞いています。じゃあ続いてこちらです。ラジオネーム、カムチャッカーマーガリンドッグさん。雨にも負けず、風にも負けず、コンドルの頭部とボディービルダーのような体を持ち、友達から借りたゲームソフトを勝手に売り、そのお金でデリヘル嬢を呼び、チェンジし、結果的に最初の子の方が良かったなぁ、と後悔し、近所の小学生にあだ名で呼ばれ、毎日2リットルのサイダーとかき揚げ丼を食べ、下校中の女子高生を東西南北つけ回し、スカートの丈が短いだのと説教をし、通報され、妄想の中で、女医の西川彩子先生と、貧しいながらも幸せな家庭を築き、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。それか、二代目高橋名人になりたい。といった内容の歌詞の、カーペンターズの曲のタイトルを教えてください。気は済んだか。雨にも負けず、風にも負けず、コンドルの頭部とボディービルダーのような体を持ち、友達から借りたゲームソフトを勝手に売り、その金でデリヘル嬢を呼び、チェンジし、結果的に最初の方が良かったなと後悔し、近所の小学生にあだ名で呼ばれ、毎日2リットルのサイダーとかき揚げ丼を食べ、
下校中の女子高生を東西南北つけ回し、スカートの丈が短いだろうと説教をし、通報され、妄想の中で女医の西川綾子先生と貧しいながらも幸せな家庭を築き、褒められもせず、苦にもされず、苦にはされそうだけどな。苦にもされず、そういうものに私はなりたい。それか二代目高橋名人になりたい。どっちでもいい。ゲームは好きそうです。といった内容の歌詞のカーペンターズの曲のタイトルを教えてくださいと一気に書きますから。書きましたから。気は済んだでしょう。ね。もう一個ぐらい行きますか。じゃあ続いてこちらです。ラジオネーム、友達以上、変人未満さん。夜は墓場で運動会、楽しいな、楽しいな。って、ものすごく不謹慎じゃないですか？どうせ注目欲したの、バカな大学生か、人気が落ち目のアホな YouTuber が動画を撮ってるに決まってるんです。皆さんもそうは思いませんか？夜墓場で運動会してみたんですよね。っていう映像ですよね。ムカつきますよね。じゃあ、ラストこれで。ラジオネーム、釧路ダンディさん。お前らは何でも教えてくれるけど、僕を八方塞がりの人生の絶望から完全に救ってくれる術を教えてはくれないんだろう。まあそうだね。郵便番号 107-806 8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ人から、クソ袋の係まで質問を送ってください。ジャンクのホームページからもご投稿いただけます。本日はここで TBS ラジオ今週の推薦曲セティア。セティアちょっとエロくない？セティアしたい。セティア俺大丈夫。ララバイグッバイ。現在募集してます。たくさんのジャンルのカルタの中から毎回2つのテーマのカルタが対戦します。新勝ち抜きカルタ合戦会です。今週の対戦はゾンビがいる日常の世界で起こるあるあるがテーマの日々これゾンビカルタ、なんとかかんとか今ハ行まで来ましたね。で対するはおよそ1ヶ月半ぶりの登場です。スゴロクの止まったマスに書かれていることがテーマのスゴロクカルタです。もう変な話、もうすげえいろんなこうテーマのスゴロクってのも本来テーマがあるじゃん。日本一周スゴロクとかさ、服部くんスゴロクとか、マンダラ屋の両太スゴロクとかなってるわけじゃないですか。それがこうバラバラだから、新勝ち抜きスゴロク合戦にした方がいいんじゃねえかぐらいの感じですけどね。スゴロクカルタこれ間行まで行っています。それでは対戦に行きます。まずはこちらから、日々これゾンビカルタ。死んだはずだよトニさん、生きていたとはお釈迦様でも知らぬ仏のおトニさん。先週ゾンビ時代劇ってもうどっか出てそうだよねって話したら、割といろんな人からあのバナナマンの日村くん主演のなんか新選組のやつがあったらしいね。なんかちょっともっとマジにやった方が面白そうだけどね。普通にこう江戸が完全にゾンビに汚染されていく中で、すごいその階級社会じゃん。上の方の本当に偉い人がゾンビになってたりとか、結構こう突き詰めていくと面白そうだよね。さあ行きます。日々ゾンビカルト。ペンネーム大熊猫大好き。ハンモックで寝ていたと思ったらミンチみたいになって地面に落ちてた。網でところてんみたいに気持ち悪いな映像で想像すると。で難しいのは、うまいやつって結構映像で想像するとすっげえ気持ち悪いやつになったりするから。ああ、俺、後でこれちゃんともう採用 しない方に入れちゃったから名前ちゃんと調べて送るけど、採用で送るけど、ボーリングの球の穴の中に指が残ってるってなって、超気持ち悪いなと思って、今思えば面白かったな、みたいな。読む時のテンションにも、それからあと選ぶ時のテンションにもよるね。ペンネームシカトロック。
ハンターハンターの単行本を読み返していると、急に絵が雑になったなと思うとこがあったけど、まさかこの頃から冨樫先生のゾンビ化が始まっていたとは。それで急に一旦回復もしてるよね。長い休みってことは、編集者の人ももう噛まれてるな。ペンネーム、のこささ、は、林家ペイはタレントがゾンビになった日付も暗記している。あ、これ欲しいんだよな、ヒーでゾンビあるある。ラルフ・ブライアント、ヒー。ゾンビ映画あるある。一人は必ずいる。実はすでにちょっと噛まれていて、ゾンビになりかけているのを黙っている仲間。必ずいるパターンだよね。噛まれた後あんじゃねえ。で、そいつがなぜか発症しないが、全体のゾンビものの軸になってるパターンとか、すげえあるよね。ペンネーム、黒と黄色のしましま、ヒ。引きこもりゾンビは誰にも迷惑をかけないから、とても偉い。っていうかさ、引きこもりゾンビはなんでゾンビになったのかすごいよね。そう考え、なんなんだろうね。ペンネームモンストールフ。ブンブン腕を回す、思考スキーゾンビ。案の定腕がもげて一球も投げられず。懐かしいな、思考スキー。最初どこがいた？ロッテ、西武もジャイアンツもヤクルトもいたよね、思考スキー。思考スキー大丈夫。思考スキー大丈夫、怒られない、大丈夫、ピーかけない、大丈夫だよ、思考スキー、大丈夫、思考スキーみたいに聞こえるから大丈夫。それがダメなんじゃないか。続いて、ペンネーム2500杯、ふ、日々これゾンビカルタ、ふ、船寿司なのか自分の匂いなのかわからない。丸焼き三太郎、ふ、不女子という言葉が女性誌によってゾンビになった男とも付き合えるちょっと分かっている私みてえなシャラクセ意味に変えられて特集され反発する。ペンネーム薄い顔、ふ、古立一郎の耳がニュースステーションの本番中にメガネの重みでじわじわもげていく。グドンナグドン、ふ、福沢アナゾンビは銃弾を当てるたびにジャストミートとか言うからうざい。アナウンサーシリーズくしくもですよ、生島ヒロシゾンビのあのポーズはどうですか。こいこいみたいな、あれはどうですかとまでしか僕は言いませんよ。どうですかっていうね、皆さん、あの生島ゾンビがね、どうですかっていう。ペンネームゆうちゃん、ペットボトルを入れたレジ袋の重みで指がもげるから2リットルのジュースをたくさん買わないようにしよう。たまに拷問みたいな時あるよね。かといって袋別々にしますか、あんまり言われるのもムカつくんだよね。ゾンビ映画のあるある、ペンネーム、小江戸の黒ひょう、ヘッドライトをつけるとすでにそこにゾンビがいる、慌ててエンジンをかけようとしてもなかなかかからない。ペンネーム、おすぎとピーター、への勢いで尻が消し飛ぶ。ペンネーム、チクビーマン、へ。これもゾンビ映画あるある、もしくはゾンビゲームあるある。減らずぶち叩いてる暇があったら少しは手を貸しておくれよと、眼帯の女ウォリアーがマシンガンを片手に。で、こいつも結構女見せてくんだよな、後でね。後々で女見せてくるパターンなんだよね。ペンネーム、クシロダンディ、星ヒューマゾンビ、大陸ボール妖精ギブスでくちゃってなる。くちゃってなっちゃって。ちっちゃくコンパクトにくちゃってなっちゃって。ペンネーム、セイント、ホ。ゾンビ映画がある。ほっとくわけにはいかないという理由で、すでにゾンビに噛まれた仲間を一緒に連れて行くが、最終的にはゾンビになってしまい、そいつを抱きしめながら頭をピストルで撃ち抜く。その F だ。悲しい脳症が、バーお正月からこの F だですからね。でもさ、全然こう、もうそういうのがアメリカにないからなのかもしれないけど、ないからなんだけどさ、ウォーキングデッドのカルタとかちょっと面白そうだけどね。こんなのあったら置いてくシーンとかあったからね。ラスト、ペンネーム、イムラマ・ラムヨシ、ほ、本当に怖いのはゾンビよりも生身の人間です、とかいう展開。ね、生き残った人間が実は怖いパターンね。さあ、ということで、まあ、いい感じに今回は、その、ゾンビ映画あるある的なやつも混ぜてみました。さあ、対するはこちら、スゴロクカルタ。すごいですね。ペンネーム、新宿赤月。
マーチングバンドを引き連れ性感マッサージに行く。3マス進む。いいよね、性感マッサージに行くのにですよ、気分を上げるためにもういきなりもう新宿駅降りたところからテレレレドンドンテレレレドンドンテレレレテテ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 レレテレブカブカから鳴りながらみんなに行きますから、とってもいいですよね。でそいつらは抜くの、マーチングバンドの連中は抜くの抜かないのって話ですよね。サンスすむです。ペンネーム豚汁とサンマの塩焼き栗ご飯、美味しそうだね。マライアキャリーが俺だけのために東北地方に古くから伝わるワイカをたどたどしい日本語で歌ってくれる。4マス進む。すごいしっとり歌い上げるからね。昨日じいちゃんと寝た時に変なところに芋があるを、それを東北地方のもうほんちゃんとネイティブな人に教わってるから、なまりもちゃんとね、昨日ぜいちゃんと寝たとっけなっていうのを、変なところに芋があるっていうのをすごい頑張って俺だけのためにですからね。これが、4進む。そしてペンネームカムチャッカマーガリンドッグ、マルシンハンバーグをひたひたケチャップで食べる、7進むです。もう基準が分からないです。ひたひたのね。うたまきだたろう、マシマヒデキにキックトントンのリズムで水落ちをしつこくしつこく蹴られる。キックトントンキックトントンで二マス戻る。ペンネームシカドロップマ、前拳体操をエレベーターの中にしていたら手首から吹き出していた血が四方八方の壁に飛び散った。一回休み。ペンネーム巨大院金玉小児、巨大院巨大小児、真夜中全裸で徘徊しても誰も僕と目を合わせないので、こりゃ透明人間になれたと思い、アナルを両手で全開に広げ OL さんに見せているところで警察官とバッチリ目が合う。3戻る。ペンネーム乳首今道場六三郎が作ってくれたペヤングが絶品だ。3進む。ペンネームウルトラマンキガ太郎にミシンを徹夜で動かして作ってくれたテラフォーマーズのコスプレ衣装を見て、おばあちゃんに即作りなしを直しを命じる。違うんだって、もっと襟を立ててくれって言った、襟を大きくして立ててくれって言ったじゃん。あとここのところは革じゃん、革素材で作んないとモコモコ感が出ねえじゃん。そうかい、おばあちゃんテラフォーマーズがよくわからないから、早く直して的なね。ペンネーム豚汁とサンマの塩焼き栗ご飯に、ミサンガが不意に切れたので願いが叶うのかと思ったら単なるかまいたち現象で、一瞬の間を置いて手首の動脈もパックリ開き、あたりが血の海になる。一回休み。ペンネーム BJ サドル、みんなに受けると思い500円もする自販機のお楽しみと書かれたボタンを押したら水子供用のこけしが出てきた。3戻る。ペンネーム2500杯、3日前に婚約破棄した女のツイッターのアイコンがコロスケから大量の待ち針を刺されたキューピー人形に変わる。急にだ、急に振り出しに戻る。ペンネーム鈴虫食べた、無比を塗ったら人面相が消えた。さま進む。ペンラジオネームウルトラマンキーだったろう、無人野菜販売所で俺が丹精込めて作った里芋だけがいつまでも売れ残っている。何のスゴロクなんだよ、何のスゴロクなんだよ。3マス戻ったけど、さっきマライアキャリーがワイカーを歌ってたぞ、このスゴロク。ペンネームボールペン返して、メットインスクーターのトランクにお湯を溜めて産湯にしたと母親に打ち明けられる。休み。何もなくてね、あの頃は住む家もなくてねつって、コンビニのあのカップ麺作る用のお湯をね、メットインスクーターのあの座席を開けた部分に入れて、あんたの体を洗ったんだよ。そう。そうしか言うことないですよね。ペンネーム、チクビーマン、目をついた後に人違いだとわかる。ひとまず戻る。ペンネーム、スズムシ食べた、
メスシリンダーをアナルに突っ込まれたままエルドレッドにケツバットをされたゴマスモール。え、これ大丈夫？ケツバットって言葉大丈夫？メスシリンダーをアナルに突っ込まれたままエルドレッドにケツバットをされたゴマス。大丈夫？ケツバットだ。あとメスシリンダーのメスっていうの。あとメスと尻っていうのも。メスと尻を消してアナルに突っ込まれたままエルドレッド。それは大丈夫。ペンネームハッタリ帝国も森永エンゼルパイの公式アカウントにブロックされる。何をどれぐらい必要、公式アカウントにブロックされるってすごいぞ。何をどれぐらいしつこく言ったんだろう。一回休み。ペンネーム2500杯もモノマネが得意ですという女をどうせクレヨンしんちゃんとかだろと高をくくって見ていたらかなりのクオリティの安藤忠を送り出してきたので抱きしめてやりたいなって最後スゴロクのマスにある抱きしめてやりたい今進む。うーん、ペンネームイーダビーもこれいいな、これ自分がこれバカなスゴロクやって止まった頃にこれ書いてあったら来ると思うんだけど、も盛り上がらないパーティーに参加しているのではなく自分がパーティーを盛り下げていることに気づく。一回休み。じゃあラストこっち、犬言わんも喪主の兄がいつまで経ってもランニングマンをやめない。覚えたのかな、あのステップをその場でやるやつ覚えたのかな。ワンエナ、トウエナ、ソインエナ、お前覚えたのかな。ずーっとやってんのかな、みんなが並んでしくしく泣いてるところで物にしたいんだろうね。お兄さん2マス戻る。いやー、さあということで今日もこの遅い時間に皆さんリスナーメール投票をお願いしたいと思います。ゾンビが勝ったかスゴロクが勝ったかメールの件名にゾンビかスゴロクのどちらかを書いてください。で、内容に住所、氏名、年齢、電話番号を書いてこれからかかる曲の間に送ってください。投票は1人1回です。抽選で3名様にバカジカラカードをプレゼントします。メールアドレスはバカアットマーク tbs.co.jp バカアットマーク tbs.co.jp です。ほんじゃ曲ですね、曲はですね竹原ピストルでユース。締め切りました、そこまでです。締め切ってんのにかかわらずそれに違反してまだ投票なんかしてくる人はあれですか、6時間もう目の前で生島博さんの怖い怖いのあのやつを延々と浴びさせられる。あ、罰ゲームじゃないよね、あれ。いいもん、とてもいいもんね。とてもいいやつですもんね。さあいきます、ヒリコレゾンビカルタ398票、スゴロクカルタ449票、スゴロクカルタの勝ち抜きです。まあね、ちょっとスゴロクカルタ自由で強いね。俺の中ではあのキューピー人形に松チンパリンがブワーって刺してあるやつに、だってその前までコロスケだったんだよ。コロスケだったやつがそれに一夜にして変わってるやつだな。あれは良かったですね。良かったかどうかわかんないですけど、俺カルタとしてはゾンビカルタがちょっといい方向には向かってると思うんですよ。そのゾンビもののありがちなやつを書いてくるみたいな。ぜひこのゾンビカルタ、ま、破業のまま二軍の予選ブロック戻りますけども、投稿のお願いします。スゴロクカルタはやゆよやに入ります。それではこの絶好調スゴロクカルタに対戦する挑戦者はこちら。小さな冒険王カルタ。これ初戦だよね。初戦なんで二軍が長いんですよ。一年経って力つけてきましたよみたいな。まあまあ8月31日二軍で大体すぐに起用されるんです。2ヶ月半イースさんで育てましたよって。でジャイアンツで言うと松本投手みたいな、そのドラフトかかってから1年ぐらいになるんですけど、あのさ、あのプレミア12終わってからってよくねえ、読売のあの発表さ。プレミア12でもうそれほど注目されなかったのが、大谷投手のあのピッチングでガンって盛り上がったのも関わらず、こういう日にああいう記者会見ぶつけてくるのって、巨人らしいなっていう、日本シリーズの途中に原監督解雇みたいなやつとか、すげえ思うよね。あとさ、もっと言うと松本投手って最初何にも関係なく首にしようとしてたよね。最初にしれっとやろうとしてたよね。あれ何のコーナーこれ。ね、小さな冒険をカルタは、なんでしょう、あ行なんですけど、日常生活の中での小さな冒険をちょっとカルタにしてほしいということで、例えばペンネームマカロニポニー、うんこをギリギリまで我慢したままスクワットを10回するっていう。俺無理だわ、1回でも結構難しいからね。1回
相当なもんだよね。しゃがんだとこで終わっちゃった時も。登り、むしろ下ろすより上がるのは大丈夫だよ。だ下ろした時大丈夫なら上がれるけど。ペンネーム。上司が製本のことを袋閉じと言って困るさん。い、今に置いてあった子供のおむつでおしっこの吸水性を試してみる。僕は、ね、犬のトイレシートでやりたくなりますけどね。これどれぐらいいけんのみたいなね。ただ犬が縄張りを荒らされたと思って超怒るでしょうから。それはまあいかないですよ、結果ね。そうですね。ペネム2英語やっぱい、1円も持たずココイチの 1300g 無料にチャレンジする。昔やりましたよ。売れない若手の頃は俺こんな全然なんでもなかったんで。もう、金がなくても一銭も持たないままチャレンジコース行ってましたよ。でも、そういう時の方が頑張れ。そういう時もうダメなんだと思った時の方が頑張れます。で、特にココイチすげえ昔から店舗によってやってまして。もうこれお代わりできましたからね、普通に。その時でも2キロ無料水、2キロまで行けたんですよ。で、2キロ行って、あれまだ行けんなと思って。普通にお金一銭も持ってないけど。その後、当時無料券もくれたんだよ。で、まんま。行けましたからね。はい、ということで、ぜひこちらもいいの送ってください。対戦カードは、スゴロクカルタのヤギョーバーサス、小さな冒険王カルタのアギョーになっております。月曜ジャンク、一流ユーカルタ、みんなのハタハタ。コニー、アーツを片し、いやトラノ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 さあ、脳みそがうっかりした感じとか、あと何でしょうね。ちょっとこう喜怒哀楽のどれにもハマらないような、でもなんか聞いちゃうな、なんか読んじゃうな、みたいな、そういう、話を広く募集してるコーナーなんですけど、久々にやってみます。ちょっと簡単なやつだと、あるあるまでいかないの。ペンネーム、ペロペロペロリン。私は電動のヒゲ剃りでヒゲを剃っていると苦味を感じます。あのなんかね、俺もヒゲが薄いからあんまり頻繁にヒゲを剃らなかったり。それとあと T 字が好きは基本的に T 字なんだけど、たまに、メイク室はまあ電動なんだよ。電動を使うじゃないですか。で、こう、なかなか剃れないやつがあって、長くずっと当ててると、その振動が、ベロにも来るじゃん。そうすると、山椒の実を食べた後の感じってわかります?苦いじゃなくて、ベロがちょっと痺れる、あの、ベロの、ウィーって痺れてるやつの感じがして、味がしてくるのはすごいわかるんだね。で、それが人によって、多分、苦味だったり、辛さもちょっとわかんなくもないんだけど。まあ、こういう、だから何っていうことも空脳のうち、脳がうっかりした話。ペンネーム、セカンド藤田。夜寝ている時にふと目が覚めると、おちんちんがギンギンになっている。寝ぼけたまま、せっかくだから、主因をしようという気分になり、家族に聞こえないように、と、こそこそと、おちんちんを握り始める。その、数秒後、実際に自分は、一人暮らしだということを思い出し、あ、堂々と主因しても何の問題もない、と思い出す。私はもう、20年近くも一人暮らしをしています。また私の両親は10年ほど前に共に他界しており、もはや実家自体も存在しません。もうすっげえ好きなんだよね、このなんかね。すっごいわかんだよね。俺なんか学校やめて、高校もう本当に情けない辞め方して、もう30年経つのに学校に遅れるっていう感じとか、あと明日学校に行きたくないっていう感じの目の覚め方をして寝ぼけてるからしばらくそのことも全然わかんないんだよね。ほいで言ってだけどもう行くしゃねえなと思ってトイレ行ったあたりでなんだこれみたいなすげえ思ったりとかするんだよね。だからこれジャンルとしてさ、まあ、悲しい話なんだけど入り口全然悲しい話じゃないから、まあ、なんかねとても好きなんですよね。でこれを何歳ぐらいでどう感じるか、一人暮らしへの憧れって要は自由自在に主因がしたいってことだから、おそらく10代ぐらいにこれ聞いた時には前半に引っ張られるけど、もうおっさんになってくるとやっぱり両親がもういないのにこんな感じになる夜のね、なんかこうぼんやりした感じっていうのがねとてもいいですね。続いてペンネームリトル鈴木。私には罪悪感を感じた時に、感じる匂いがあります。こんな短期間に、感っていう字がいっぱい入りすぎだって、罪悪感を感じた時に感じる匂いがあります。それは、海で取ってきた小さなカニを家で飼っていたけど、海水じゃないと海のカニは生きられないよなぁと思って、
水を変えずに放置しておいたらまんまと濁ってきてしまい、もう多分蚊に死んでるよなぁと思い、見て見ぬふりをしたくなるような、そんな匂いです。よく外のトイレでトイレットペーパーを使い切ったのに新しいペーパーをセットしなかったり、学校で隣の人に宿題の答えを聞かれて答えたけど後々その答えが間違っていたと思った時などに鼻の奥で感じます。わかんねえ。ねえ、わかんねえけど、呼ばれるとこは、なんかその、味、俺は味なんだよね。俺、もう、紙に誓って生まれて一回もうんこ食ったことねえけど、紙に誓う必要あるか。紙もびっくりするから急に誓われたと思うけど、なんかうんこみたいな味すると思うときあるんだよね。今具体的には言えないけど、でもそれがおかしかったのは、それが、うわ、これ、俺、うんこみたいな味するっていうのを、ある食べ物を、厚生の渡辺くんの前で食べて言ったときに、渡辺くんも食べて言われてみればあったよね。あったよね。渡辺くんは神に誓うかどうか知らないけど、その渡辺くんが神に誓うかどうかは別として、そういうお互い全架空の味だよね。絶対架空の味なんだけど、なんだかわかんないけど、そんなのなんか味とかその鼻の奥の匂いとかちょっとあるんだよな。だこの話とかもちょっと好きな、ペンネーム白衣のペテン氏。僕の家には中庭があります。その中庭は床がほぼタイル張りなのですが、中央に90センチ四方のスペースが空いており、そこには土が入れられ、修羅の木が植えられています。結構俺のイメージはおしゃれな家なんですけど、完成なんとかハウスとかああいう感じの家なんですけど、家が建てられて3回目の夏、のある日、この辺りではあまり見かけない羽が透明なセミが中庭の床の上で弱っていました。しばらく見ているとセミは死んでしまったのですが、数日後ふと目をやると中庭の木の根元にセミの抜け殻を見つけました。そこでピンときました。中庭で弱っていたこの辺りではあまり見かけないセミは、この中庭の土から這い出してきたものが羽化したセミなのですと。どこからか運ばれてきた土の中にたまたまいたセミの幼虫が、おそらく、僕の家の中庭で羽化したのでしょう。このものすごい奇跡のセミを僕は何気なく放っておいたことを後悔し、妙に愛おしくなりました。毎年夏になると思い出します。なんかそれもうちもあったんだよな。庭を大きく土を入れ替えた後に全然知らない花が咲くんだけど、その花の咲いた時の、その周りには全然ない花なの。で、それが咲いて、で、しかもそれが毎年近所に広がっていくっていう。何かとんでもないことをしたか、俺は愛おしいじゃなくて、俺は何かとんでもないことをしたんじゃねえかみたいなのが、続きまして、これね、これじゃないな、変なの、これ読みてえなと思ったやつ、今どこ行っちゃったな、かあ、これでもねえな、あー、なくしましたね。完全にこれなくしましたね。これじゃねえんだよな。うわ、やっちゃったな。俺これがあるから今日やろうと思ったのに、ああやっちゃったな。これじゃねえんだよ。ああこれも違うんだよな。あれ俺どれ、もういや、これが一番嫌だろ。向こうの聞いてる人からしてみたらこれがもう一番嫌だろ。じゃあ一回曲、あ、じゃあこれだ、あった。ペンネームシャブリーズさん。子供の頃の話です。私が小学生の頃、父は単身赴任で、3ヶ月に1回ぐらいしか帰ってきませんでした。帰ってきてもほとんど話をせず、自室にこもって寝てばかりの人だったので、いてもいなくてもあまり変わらないと思っていました。当時、私と母はスポーツ少年団の活動や、地域のイベントや祭りごとに、祭りごと?祭りに積極的に参加していたのですが、父に代わり、そんな私の活躍をビデオカメラで撮影してくれていたのは、川上さんという中年のおじさんでした。川上さんには家族がおらず、母の友人ということでしたが、よく一緒に遊びに行ったり、一緒にご飯を食べたりしていました。川上さんは父とも仲が良く、あまり喋らない父も川上さんが遊びに来ると、なぜか、上機嫌になっていたのを思い出します。川上さんは異常な枚数の写真や動画をビデオに撮ってくれ、定期的に家族でそれを見ていたのですが、中学校になってから川上さんは突然現れなくなりました。当時の母は交際範囲も広く仲良くする友達もコロコロ変わっていたので別段気にも留めなかったのですが、私が成人し結婚することになった時、気は使うよね。いらないとは言わないよね。じゃあ使ってくれることになって、まあ、じゃあ使うよ。じゃあ使いましょう。いや、これ使いいっすね。超いいですね。みたいな。で、使いましょうみたいなことになって。目は死んでるよ。完全に本当の超いいの塔ではないけど、使いましょうつって、その回の担当の、清水ディレクターっていう人が、
今日のメンバー紹介みたいなところで、フィギュアの顔のところに写真を切り貼りして、そのお天気ゴー君だったらゴー君の写真をペタって貼って、で、それをこう、その、公園の植え込みとかに置いて、なんとか、置いて、それをこう、VTR で撮るみたいな写真での、紹介みたいなのを作ろうって、結構凝ったのを作ってくれたわけ。まあ、俺からするとね、俺からすると、これ言わなかったよ、ディレクターに。言わなかったけど、フィギュアの顔の目玉を描くのにすげえ苦労したから。それを切り抜いた写真で隠しちゃうっていう、センスどうかなっていう。できてみたら、これ結構いいわけ。ね。いいもん作ってくれたんだけど、そしたら今度、女性の出演者っていうのは、うちの番組、エンジ色のジャージなんです。男性出演者は緑のジャージで、この緑のジャージのフィギュア作ったんだけど、そうすると、顔の首元はエンジ色のジャージなんだけど、緑の、その、ライダーが、バイクの乗ってるフィギュアが使われてるのが、ちょっと嫌なんだよね。これで、エンジ色も作って、これ驚かしてやろうと思って。これで、この日からエンジ色バージョンのプラモ作りに入るわけ。これで、編集でもその間もどんどん進んでんだけども、者として俺は年長組の時のおじいちゃんの法事から、チーンコ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 って言ってた人ですから、あの時から俺の始まってる表現を曲げることになりますから、でも、周りの人間のそりゃそうだよなって意見に申され、で、一応そこに、チーンっていう、ね。要するに、チンって言ってる、チンコって言ってるところ、チンのあたり、チンってやったら、コって言ったから、チンチンコってしてれば大丈夫だっていうことで、その、音で消したわけ。で今度次に、それで俺は従った、した大人たちに従ったじゃん。48のセリフじゃ全然ねえけども、尾崎豊が学生時代に言って初めての、汚え大人たちに、ね、その、従ったじゃん。したら今度、字幕もち、まるこ。しろってなって、その字幕もチンコって言うんじゃねえ、チーマルコにしろって言われて、もうなんか、もう、それをやられちゃったら、俺はあれですよ。もう、ありとあらゆるペンの試し書きにチンコって書いてきたわけ。この間、しくじり先生の鳥の楽屋で、ちょっと筆でこう目標を書いてくれっていうのがあって、クミッキーしたかの女の子、クミッキー、船山久美子。俺ずっと部屋でさ、とりあえず筆字書くのにさ、筆をこうやって鳴らしながらさ、いつものようにチンコ、チンコって書いたらさ、クミッキーが挨拶に行っちゃってさ、どうもーって言ったらさ、目線がそのチンコにバッチリだよ。で、もう最終こう、試し書きだから、でっかくチーンコって書いてあるところに、道場六三郎が作ってくれたペヤングが絶品だった。サンススム。ペンネームウルトラマンキダ太郎に、ミシンを徹夜で動かして作ってくれたテラフォーマーズのコスプレ衣装を見て、おばあちゃんに即作りなしを、直しを命じる。違うんだ。違うんだって。もっと襟を立ててくれって言った。襟を大きくして立ててくれって言ったじゃん。あと、ここのところは革じゃん。革素材で作んないと、モコモコ感が出ねえじゃん。そうかい。おばあちゃん、テラフォーマーズがよくわからないから、早く直して的なね。ねえ、ペンネーム豚汁とサンマの塩焼き栗ご飯に、ミサンガが不意に切れたので願いが叶うのかと思ったら単なるかまいたち現象で、一瞬の間を置いて手首の動脈もパックリ開き、あたりが血の海になる、一回休み。ペンネーム BJ サドル、みんなに受けると思い500円もする自販機のお楽しみと書かれたボタンを押したら、水子供養のこけしが出てきた。三本取り。ペンネーム2500杯、3日前に婚約破棄した女のツイッターのアイコンがコロスケから大量の待ち針を刺されたキューピー人形に変わる。急にだよ、急に。あのね、ムカつくのが、そういう俺は小物が入ってるのがすごい好きなわけですよ。で、今回その天命チキンレースっていう名前で、ルール説明をしてる後ろのところに、皆さんご存知ですかね、天命チキンレースですよ。で、もう俺公園でこうルール説明してんですけど、不良のおっさんみたいな格好してしてんですけど、その植え込みのところに、俺からしてみたら、聞くぜっていう、加納天明さんの写真集を、よく公園とかに本捨ててあるじゃん。ましてちょっとエロい本って捨ててあるじゃん。あの感じで、後ろにその聞くぜっていう本を売り、その写真集、加納天明さんが責任編集してた本で、昔。しかもちょっとエロすぎるつで発売禁止からあったんだよね。で、その本が植え込みに落ちてるっていう。で、さりげなく聞くぜが落ちてるっていうのをすっげえやりたくて。
みんなに言わないよ。みんなにそれがギリで、実はこんなのあるんですってのが好きだから。で、ネットで検索したら、これ聞くぜは、そのエロくて、発売禁止で途中で発禁になっちゃったせいで、結構プレミアがついてんのよ。だけど面白くない？店名って企画なんだよ。今回店名でみんな遊ぼうっていう企画の後ろに、可能店名の聞くぜがさりげなく落ちてんの面白くない？これはもうやばい、やばい。そうそうしただけで、もうお腹がよじれる。今、ごめんね、みんなお腹痛くなるから笑っちゃってると思う。ほんとごめんね、ラジオで聞いただけでも、今転げ回ってもお母さんとかで怒られる、なんだろうなんて言われてると思うよ。こんだけ面白いことを言われちゃったら。で、俺ももうすげえ嬉しくて、少々お高かったんだけど、とあるネットの、その、古本屋で注文したのよ。それが今日現在来てなくて明日届くっていうのね。もう撮影全部終わってるの。指摘してきたりすごく怒ってる人はいないんだけど、俺としてはあそこまでお世話になってる人の一番 PR したいであろうことを間違ったことを書いてしまったってことは、ちょっとやっぱりそこは、申し訳ないことをしたから、これのお詫びを出したい。これのお詫びは次の週の分には入れたいな。その、あの時には、信用樹林って言ってしまう、書いてしまいましたら、それは誤りで、その商用樹林の中に、で、またその、過ちの商用樹林っていうのは、すごいその、美しくて観光名所でもあるから、そこはちゃんと直したいってことだ。だから、番組最後にお詫びを入れたいんだけど、そのお詫びをするときに、あんまり、真面目にやるのも、その、温度が難しいよ。お詫びはしたいけど、あんまりガチガチにお詫びしちゃうと、お前もっと他にもお詫びすることあるんだろうってことになりかねないか、その綾と関係ないところから。だからお詫びはしますけど、右下のところにアワビの写真はぜひ入れ、ごめんね今、隣近所から笑い声がでかい、笑い声がでかいと今、皆さん深夜なのに布団かぶって、ね、布団かぶって二の腕を噛んでなんとか、血まみれになることでなんとかね、お詫びの右下のところにアワビの写真がさりげなく、どう？ちょっと待って、笑い我慢して。無理でしょ？で、その感じが、その感じが、我慢できる CM 行った今。我慢できる CM 今笑うんだ。CM の間に今みんなで笑うじゃん。お腹が痛くなっちゃった。それじゃん。なんでこっち来たでしょうか。一夜にして変わってるやつだな。あれは良かったですね。良かったかどうかわかんないですけど。俺、カルタとしては、ゾンビカルタがちょっといい方向には向かってると思うんですよ。その、ゾンビもののありがちなやつを書いてくるみたいな。ぜひ、この、ゾンビカルタ、ま、破行のまま二軍の予選ブロック戻りますけども、投稿のお願いします。スゴロクカルタは、やゆよ、やに入ります。それでは、この絶好調スゴロクカルタに対戦する挑戦者はこちら。小さな冒険王カルタ。冒険。これ、初戦だよね。初戦なんで二軍が長いんですよ。一年経って力つけてきましたよ、みたいな。まあ、8月31日二軍で、大体すぐに起用されるんです。2ヶ月半、イースさんで育てましたよって。で、ジャイアンツで言うと松本投手みたいな。その、ドラフトかかってから一年ぐらいになるんですけど、あのさ、プレミア12終わってからってよくねえ、読売の、あの発表さ。プレミア12でもうそれほど注目されなかったのが、大谷投手のあのピッチングでガンって盛り上がったのにもかかわらず、こういう日にああいう記者会見ぶつけてくるのって、巨人らしいなっていう、日本シリーズの途中に原監督解雇みたいなやつとか、すげえ思うよね。あとさ、もっと言うと松本投手って最初何にも関係なく首にしようとしてたよね。最初にしれっとやろうとしてたよね。あれ何のコーナーこれ。ねえ、小さな冒険王カルタは、なんでしょう、あ行なんですけど、日常生態はどうなんだっての、一旦編集を中断してやってるわけ。何をやってるんだ俺たちは一体何をやってるんだ。そのチンコの表記で怒られてさ、アワビが女性器に見えるから使ったのかってさ、誕生日だよ俺誕生日、ね、結構人生でも大事なやつ、バースデーですよね。東山のりゆきが俺にナレーションを当てる日ですよ。バースデーですよ。それがどういうことなんだろう。でもそういうことやってる時が超楽しい。もうね、昔そう考えたら尖ってたな。別に昔は良かったじゃないけどさ、テレビだって頑張っ、今テレビ規制って言って、よくテレビマンが、
ね、もうすっぱだかを股間を小さなポータブルテレビで隠してるんだけど、テレビマンが、よく言う、最近講義が多いから、規制が多くなって、テレビがつまんなくなるみたいなやつは、俺あんま言いたくないっていうか、そりゃそうだろうけど、そりゃそうなこともあるし、それでもそれは弱音だから、伊集院光のテレビが、まあ、トラブル続きっていうか、もうめんどくさくて。まあ、もうことの起こりは、その、紺野ブルマのチンコ謎かけからなんですよ。ね。そのチンコ謎かけを、最初にオンエアしたときに、いや、一番最初のときは漠然とだけど別に大丈夫ですよって言われて、その紺野ブルマの採用も、紺野ブルマっていう若手のお笑い芸人の子を採用したわけですよ。で、この子はもうチンコ謎かけっていう何をかけられてもチンコで解くっていう技の、もう達人だから、家元だから、この子が出る以上はもうチンコなんてことは出るんですよ。茂木健一郎呼んでノーって言うなよみたいな話ですから。あ、一言も喋んねえと思うよ、そしたら。で、それが、全部脳にこじつけちゃうんだ、あいつなんか。で、それを、言ってたのにもかかわらず、いざ、予告編でじゃあ次回、今度ブルマが出ますよ、つって、チンコとかけましてっていうのをやったら、その、BS の局の偉い人が、もう、何やってんだ、この野郎って話になって。そのチンコを、その、チンっていう音で消せって話になるわけですよ。それもちょっと嫌だったんですよ。だってもう、そういう署名を交わしたわけじゃないけども、いいって話になってたから、そこ言うと、表現者として、ね、俺の、この表現者として、チンコって言いたくて、もう言いたくて、しょうがないですから。もう表現者として、俺は年長組の時のおじいちゃんの法事から、チンコ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 って言ってた人ですから、あの時から俺の始まってる表現を曲げることになりますから。でも、周りの人間の、そりゃそうだよ、アワビがあるべきところに、サザエがあるパターンどうですか？言ってきてね、マジで。で、途中から、それいいねみたいになってんだけど、もうなんだかわかんねえじゃん、そうなっちゃうと。夜中みんなで、このアワビはどうだとか。でもその最後白状してその、プロデューサーつみがそれを言ってからは、俺らもビビり始めて、そこエロとかかっちゃうともう、あんなに面白かったやつが、ちょっと面白くなくなっちゃうじゃん。そこがエロとかからない方が全然いいから、そのエロには見えないけど、アワビには見える写真素材はどうなんだっての、一旦編集を中断してやってるわけ。何をやってるんだ俺たちは一体何をやってるんだもうさ、そのチンコの表記で怒られてさ、アワビが女性器に見えるから使ったのかってさ、誕生日だよ俺誕生日、ね、結構人生でも大事なやつ、バースデーですよね。東山のりゆきが俺にナレーションを当てる日ですよ。バースデーですよ。それがどういうことなんだろう。でもそういうことやってる時が超楽しい。もう運動会してみたんですよねっていう映像ですよね。ムカつきますよね。じゃあラストこれで。ラジオネーム釧路ダンディさん。お前らは何でも教えてくれるけど、僕を八方塞がりの人生の絶望から完全に救ってくれる術を教えてはくれないんだろう。まあそうだね。郵便番号 107-806 8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院から深夜のバカ人から、クソ袋の係まで質問を送ってください。ジャンクのホームページからもご投稿いただけます。本日はここで TBS ラジオ今週の推薦曲、セティアちょっとエロくない？セティアしたい。セティア俺大丈夫、ララバイグッバイ。ジャンク、勝ち抜きカルタ合戦会。誕生日におめでとうみたいなのを書いてくれると同時に、荷物が届いてたから、開けましたって書いたのね。待て待て待てと、誕生日に荷物届いたの開けちゃダメだと。
聞くぜ、入ってこれたんだから。じゃあ、それがうちのマネージャーの今村から、なんか誕生日プレゼントつって、豚肉、しゃぶしゃぶ用の豚肉だったんだ。だから、神さんからしたら、その、用冷蔵になってたから開けたんだけど、もう聞くぜのせいで、俺結婚記念日に家も帰んないで、家に聞くぜ届いたから、もう終わりだろ ?48 歳の結婚記念日、48歳の誕生日としてみたら。そうなんだよ。もう何にも、なんか今週ほんとそんなだったなぁ。一瞬誕生日の間中家帰ったりとか、あと前倒しでちょっと恒例の飯食いったりはしてんだけど、まあとにかくね、テレビ番組がその伊集院光のテレビがまあトラブル続きっていうかもうめんどくさくて。まあもうことの起こりはその紺野ブルマのチンコ謎かけからなんですよ。ね。そのチンコ謎かけを、最初にオンエアした時に、いや、一番最初の時は漠然とだけど別に大丈夫ですよって言われて、その紺野ブルマの採用も、紺野ブルマっていう若手のお笑い芸人の子を採用したわけですよ。で、この子はもうチンコ謎かけっていう何をかけられてもチンコで解くっていう技の、もう達人だから、家元だから、この子が出る以上はもうチンコなんてことは出るんですよ。茂木健一郎呼んでノーって言うなよみたいな話ですから。あ、一言も喋んねえと思うよ、そしたら。で、それが、全部脳にこじつけちゃうんだ、あいつなんか。で、それを、言ってたのにもかかわらず、いざ、予告編でじゃあ次回、さあ、脳みそが、うっかりした感じとか、あとなんでしょうね。ちょっとこう、喜怒哀楽のどれにもハマらないような、でも、なんか聞いちゃうな、なんか読んじゃうな、みたいな、そういう話を広く募集してるコーナーなんですけど、久々にやってみます。ちょっと簡単なやつだと、あるあるまでいかないの。ペンネーム、ペロペロペロリン。私は、電動のヒゲ剃りでヒゲを剃っていると、苦味を感じます。なんかね、俺もヒゲは薄いから、あんまり頻繁にヒゲを剃らなかったり。それとあと T 字が好きは基本的に T 字なんだけど、たまに、メイク室はまあ電動なんだよ。電動を使うじゃないですか。で、なかなか剃れないやつがあって、長くずっと当ててると、その振動が、ベロにも来るじゃん。そうすると、山椒の実を食べた後の感じってわかります?苦いじゃなくて、ベロがちょっと痺れる、ベロのウィーって痺れてるやつの感じがして、味がしてくるのはすごいわかるんだね。で、それが人によって多分苦味だったり、辛さもちょっとわかんなくもないんだけど。まあ、こういう、だから何っていうことも空脳のうち、脳がうっかりした話。ペンネームセカンド藤田。夜寝ている時にふと目が覚めると、おちんちんがギンギンになっている。寝ぼけたまま、せっかくだから主因をしようという気分になり、家族に聞こえないようにとこそこそとおちんちんを握り始める。その数秒後、実際に自分は一人暮らしだということを思い出し、あ、堂々と軸になってるパターンとかすげえあるよね。ペンネーム黒と黄色のしましま火。引きこもりゾンビは誰にも迷惑をかけないからとても偉い。っていうかさ、引きこもりゾンビはなんでゾンビになったのかすごいよね。そう考え、なんなんだろうね。ペンネームモンストールフ。ブンブン腕を回す思考スキーゾンビ。案の定腕がもげて一球も投げられず。懐かしいな、思考スキー。最初どこがいた?ロッテ、西武もジャイアンツもヤクルトもいたんで、思考スキー。思考スキー大丈夫?思考スキー大丈夫?怒られない大丈夫?ピーかけない大丈夫だよ思考スキー大丈夫し思考スキーみたいに聞こえるから大丈夫それがダメなんじゃないか。続いて。ペンネーム2500杯、ふ。日々これゾンビ、カルタ、ふ。船寿司なのか自分の匂いなのかわからない。丸焼き三太郎、ふ。不女子という言葉が女性誌によって、ゾンビになった男とも付き合える、ちょっと分かっている私みてえな、しゃらくせえ意味に変えられて特集され反発する。ペンネム薄い顔、ふ。古立一郎の耳がニュースステーションの本番中にメガネの重みでじわじわもげていく。ぐどんなぐどん、ふ。5回かな、5回の放送の中で、綾川湧水群を針葉樹林の中に湧くと、説明しましたが、正しくは照葉樹林の中に湧くです。お詫びして訂正いたします。であと数秒尺としてその編集すると残りますとなったんで喋ってみたら、でその後に数々の下品な発言をしてますが、そちらに関しては反省していないって言うと。で行ってそこにアワビの写真を入れることになった。で向こうからその他の連中からすると、せめて、そっちを攻めすぎじゃねえみたいな感じになってきてるわけですよ。ね。で、その中に、AD の桜田っていう AD が、ね。頑張ってるんですけど、
そいつが持ってきた写真が、そのプロデューサービビって、包みビビってから、間に入ってるから、プロデューサー包みビビってるから、そいつが持ってきたアワビの写真が、その、さりげなく何の説明もなくですよ。ね。黒に白でお詫びが書いてある画面の下にポンって置いてあるんだけど、見ようによってはですよ。おちんちんより絶対ダメなやつに見えた。おちんちんより絶対にダメなやつに見えた。で、しかも中で俺が言葉足しちゃってるから、下品な発言に関しては反省していないって足しちゃってるところに、それ出ちゃうと、いよいよな感じになっちゃって。ほいで、もうそのプロデューサーの包みがさ、俺はもうそのどれでもいいよ、アワビの写真なんて言ってんのに、プロデューサーの包みがそれはやばいと思ってから、それだ、それ違うっつって。そうじゃないアワビがあるはずだっつって。でも言ってるわけ。で、いてもうトンチンカな指示をずっとしてるわけ。もう最初なんでそんなにアワビにこだわってんのかわかんないんだけど、俺がもう見たその取れたての黒アワビ、試し書きだからでっかくチーンコって書いてあるところにして、よろしくお願いしますって言われたわけで、出演者全員来年の目標を書くっていうところだから、多分クミッキーからしたら、何それっていう、本番さながらのところにチンコだから、自分は何て書いたか知んないのか、美を追求するって書いてあるか分かるよ、書いてる中、あいつ同じ発注だよね。同じ発注でチンコって書いてんのみたいな。変な感じありーの。それぐらい僕はチンコっていう字を書いて、行くわけです。ね。で、その、なのにその、チンコを丸で隠せ。チー丸こうにしろと。じゃあ、こうしませんかと、俺は。本当はおチンコって言いたかったんだけど、丸の後にチンコだけ出す。その、おを消すことでって、どうだろうと思ったら、まあ、そういうことは、うちのその間に入っている包みという、そのプロデューサーが、多分上には言わないという大人のやり方をしてると思うんですよ。とりあえず、その、チー丸こうで、統一っていうことになって、多分この番組をご覧いただいた方からすると、第2話、まだ今度ブルマ出てないですよ。第2話の予告編では、もろにチンコつってたものが、第3話ではチンコになってて、で、第3話、第4話ぐらいからは、その、書くときにもチ、丸子になってるって思うんですけど、第6話のその編集の段になって、一切書くな。な、話の流れで出たやつはチンって入れた上に、いわゆる、ボイスオーバーさ、今その、いわゆる、喋ったことを字幕で出すじゃないですか。あの字幕にももう文字で書くなって話になって、このラッパー崎馬直さんが見かけちゃった可能性がありますからね。じゃあ一回 CM 行きます。月曜ジャンク、一応ミュージカル深夜の話か。さあ、じゃあ、アホな質問、続いてはこちらです。ラジオネーム、イムラマラムヨシさん。皆さんが食い逃げの際に使う型を教えてください。ちなみに私は、スタンダードな、携帯電話に着信があったと見せかけて逃げる、偽着信型。を使うのですが、私の両親は古いタイプの人間ですので、今でも店員を殴って逃げるノックアウトラン型を使います。他にもトイレに行くふりをして逃げるダブルシードロン型や、初代佐藤隆考案の社長の知り合いを装う佐藤型、食い逃げの始祖としても有名な西園寺三郎太先生が使っていた西園寺式爆走型などがあるかと思います。流派の違いなどもあるとは思いますが、ぜひ皆さんが食い逃げの際に使用する型を教えてください。だよね。俺なんか学校やめて、高校もう本当に情けないやめ方して、もう30年経つのに学校に遅れるっていう感じとか、あと明日学校に行きたくないっていう感じの目の覚め方をして、寝ぼけてるからしばらくそのことも全然わかんないんだよね。ほいで言って、だけどもう行くしゃねえなと思ってトイレ行ったあたりで、なんだこれみたいなすげえ思ったりとかするんだよね。だからこれジャンルとしてさ、まあ、悲しい話なんだけど、入り口全然悲しい話じゃないから、まあ、なんかね、とても好きなんですよね。で、これを何歳ぐらいでどう感じるか、一人暮らしへの憧れって、要は自由自在に主因がしたいってことだから、おそらく10代ぐらいにこれ聞いた時には、前半に引っ張られるけど、もうおっさんになってくると、やっぱり両親がもういないのに、こんな感じになる夜の、ね、なんかこう、ぼんやりした感じっていうのがね、とてもいいですね。続いて。ペンネームリトル鈴木。私には罪悪感を感じたときに、
感じる匂いがあります。こんな短期間に缶っていう字がいっぱい入りすぎだって、罪悪感を感じた時に感じる匂いがあります。それは海で取ってきた小さなカニを家で飼っていたけど、海水じゃないと海のカニは生きられないよなぁと思って、水を変えずに放置しておいたらまんまと濁ってきてしまい、もう多分カニ死んでるよなぁと思い、見て見ぬふりをしたくなるような、そんな匂いです。よく外のトイレでトイレットペーパー、友達から借りたゲームソフトを勝手に売り、そのお金でデリヘルジョを呼び、チェンジし、結果的に最初の子の方が良かったなぁ、と後悔し、近所の小学生にあだ名で呼ばれ、毎日2リットルのサイダーとかき揚げ丼を食べ、下校中の女子高生を東西南北つけ回し、スカートの丈が短いだのと説教をし、通報され、妄想の中で、女医の西川綾子先生と貧しいながらも幸せな家庭を築き、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。それか、二代目高橋名人になりたい。といった内容の歌詞のカーペンターズの曲のタイトルを教えてください。気は済んだか。雨にも負けず、風にも負けず、コンドルの頭部とボディービルダーのような体を持ち、友達から借りたゲームソフトを勝手に売り、その金でデリヘル嬢を呼び、チェンジし、結果的に最初の方が良かったなと後悔し、近所の小学生にあだ名で呼ばれ、毎日2リットルのサイダーとかき揚げ丼を食べ、下校中の女子高生を東西南北つけ回し、スカートの丈が短いだろうと説教をし、通報され、妄想の中で女医の西川綾子先生と貧しいながらも幸せな家庭を築き、褒められもせず、苦にもされず、苦にはされそうだけどな。来ましたよ、みたいな。まあまあ、8月31日に軍で、大体すぐに起用されず、2ヶ月半、イースさんで育てましたよって。で、ジャイアンツで言うと松本投手みたいな、そのドラフトかかってから1年ぐらいになるんですけど、あのさ、あのプレミア12終わってからってよくねえ、読売の、あの発表さ。プレミア12でもうそれほど注目されなかったのが、大谷投手のあのピッチングでガンって盛り上がったのにもかかわらず、こういう日にああいう記者会見ぶつけてくるのって、巨人らしいなっていう、日本シリーズの途中に原監督解雇みたいなやつとか、すげえ思うよね。あとさ、もっと言うと松本投手って最初何にも関係なく首にしようとしてたよね。最初にしれっとやろうとしてたよね。あれ何のコーナーこれ。ね、小さな冒険をカルタは、なんでしょう、あ行なんですけど、日常生活の中での小さな冒険をちょっとカルタにしてほしいということで、例えばペンネームマカロニポニー、うんこをギリギリまで我慢したままスクワットを10回するっていう。俺無理だわ。1回でも結構難しいからね。1回相当なもんだよね。しゃがんだとこで終わっちゃった時も。上り、むしろ下ろすより上がるのは大丈夫だよ、ね、だ下ろした時大丈夫なら上がれるけど。ペンネーム、上司が製本のことを袋閉じと言って困るさん。い、今に置いてあった子供のおむつでおしっこの吸水性を試してみる。僕はね、犬のトイレシートでやりたくなりますけどね、これどれぐらいいけんのみたいなね。ただ犬が縄張りを荒らされたと思って超怒るでしょうから。これ、なんだろうなんて言われてると思うよ。こんだけ面白いことを言われちゃったら。で、俺ももうすげえ嬉しくて、少々お高かったんだけど、とあるネットの、その、古本屋で注文したのよ。それが今日現在来てなくて明日届くっていうのね。もう撮影全部終わってんの。超いらなくない？なんなの？このネットのさ、いつ来るっていうのを全く守んない業者って何なの？はっきり言うけど、俺だって中学生じゃねえんだから、可能天命の聞くぜを今更いらねえ。別に、その撮影と関係なく明日来んの。もう納品してるのに、明日来んの。聞くぜが。今更聞くぜが。抜いてやろうか、この野郎、師匠。ちょっとだから聞くぜ見て抜いてやろうか、この野郎。最初さ、その聞くぜ注文した時はさ、木曜日に来ますみたいなこと言われて、で、木曜日だったらギリ、その、バイクの取り直しにも間に合うからいいやと思ってさ、そしたらそれが金曜日になりましたみたいな、すいません、遅れますみたいな話になってさ、で、金曜日にも来ねえんだよ。で、
金曜日からちょっとやっぱ編集とあと原稿書きとかいろんなの溜まっちゃって、俺金曜から土曜にかけて三田のアパホテルに泊まって、アパホテルでずっと仕事してたのね。編集所も近いから。で、なんかわかんないことあったら呼んでくれっつって、その行ったり来たりしながら原稿書きの友達から借りたゲームソフトを勝手に売り、その金でデリヘル嬢を呼び、チェンジし、結果的に最初の方が良かったなと後悔し、近所の小学生にあだ名で呼ばれ、毎日2リットルのサイダーとかき揚げ丼を食べ、下校中の女子高生を東西南北つけ回し、スカートの丈が短いだろうと説教をし、通報され、妄想の中で女医の西川彩子先生と貧しいながらも幸せな家庭を築き、褒められもせず、苦にもされず、苦にはされそうだけどな、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。それか二代目高橋名人になりたい。どっちでもいい。ゲームは好きそうです。といった内容の歌詞のカーペンターズの曲のタイトルを教えてくださいと一気に書きますから。書きましたから。気は済んだでしょう。ね。もう一個ぐらい行きますか。じゃあ続いてこちらです。ラジオネーム、友達以上、変人未満さん。夜は墓場で運動会。楽しいな、楽しいな。って、ものすごく不謹慎じゃないですか？どうせ注目欲したの、バカな大学生か、人気が落ち目のアホな YouTuber が動画を撮ってるに決まってるんです。皆さんもそうは思いませんか？夜墓場で運動会してみたんですよね。っていう映像ですよね。ムカつきますよね。じゃあ、ラストって、浜松まで、まあ、その、浜松のとあるお店の写真を撮りたくて、で、こう、写真撮りに行き、で、帰ってきて、そのまま会議に行き、その企画会議に行き、で、そこで、先週話したプラモ、その、バイクに乗ってる、まあ、もうオンエアされたかいいのかな、オンエア、予告がオンエアされたんで、なんかこう、変わった店名、お店の名前を、変わった店名、ありそうでなさそうな店名を挙げて、こういう店名がありそうでなさそうと思うけどって言って、実際に、あったら、アウト。みたいな企画を。チキンレース方式で、ギリギリ、それは結構ありそうだよね、みたいな。あの、絶対ないようなやつ言っても、セーフで当たり前だから、それをこう、ギリギリのとこ攻めて、ギリ、それはあんじゃねえのがなかった時かっこいい、みたいなで、チキンレースっていうテーマで、まあ、その、みんながバイクに乗ってるっていう映像が欲しいから、バイクのプラモとそれに乗せるフィギュア。で、それに乗せるフィギュアを色を塗り替えたりとか、あとその服装を削ってジャージっぽくしたりとかして、いつものこの番組の制服のジャージを着てるフィギュアを、まあ作ろうって。もともとその CG を発注する金がないわけですよ。金がないからやろうっていうことで、で、まあ俺がそのフィギュア作って、どうだろうって言ったら、まあ、ものすごい、それいいっすねっていう感じではなかったんだけど、結構人生でも大事なやつ、バースデーですよ。ね。東山のりゆきが俺にナレーションを当てる日ですよ。バースデーですよ。それがどういうことなんだろう。でもそういうことやってる時が超楽しい。もうね。昔そう考えたら尖ってたな。別に昔は良かったじゃないけどさ。テレビだって頑張っ、今テレビ規制規制って言って、よくテレビマンが、ね、もうすっぱだかを股間を小さなポータブルテレビで隠してるんだけど、テレビマンが、よく言う、最近抗議が多いから、規制が多くなって、テレビがつまんなくなるみたいなやつは、俺あんま言いたくないっていうか、それはそうだろうけど、それはそうなこともあるし、それよ、でもそれは弱音だから、最後規制してるのは自分なんだから、もう、なぁ、昔ね、だからそれすげえ攻めてんなと思ったのが、週刊宝石って雑誌があって、もうなくなっちゃう。おっさん向けの雑誌なんだけど、その週刊宝石に、当時、街の写真屋さんがどんどんこう、オートマチックになってった時代で、そうするとこう、その、大きなメーカーがチェーン店で現像をやるようになったの。今で言う、何分間、1時間、55分で現像しますみたいなの出だした頃で、もう20年ぐらい前だよね、の頃に。やっぱりそういうところは、一人一人が判断しないから、その、大きな企業の、もう決まりで、エロいものがちょっとでも映ったら、現像しませんっていうのをすごいやった、明確にしたって。で、それに対してライダーがバイクの乗ってるフィギュアが使われてるのがちょっと嫌なんだよね。これでエンジ色も作ってこれ驚かしてやろうと思って。これでこの日からエンジ色バージョンのプラモ作りに入るわけ。
これで、編集でもその間もどんどん進んでんだけども、驚かしたいから、ね。最後の編集の、まあ、昨日なんだけど、昨日になって、いや、ちょっと一箇所直したいとこなんだよ、つって、じゃじゃーん、あずき色のも作りましたつって、あずき色の持ってったのよ。したらね、その時はさすがにね、嫌な顔してたね。だって直さなきゃいけないんだもん。な、取り直さなきゃいけない。もう全部出来上がってる。紹介の場面なんか最初のところで全部出来上がってるわけで。一年それでいいっつったのにさ、俺が満面笑顔でさ、あずき色の持ってきちゃったからさ、嫌な顔だけども、なんだろうね。あ、最高ですねなんて。もうなんかアフレコがあってね、みたいな。なんか映像とアフレコがあってみたいな、ないみたいなセリフで。それでこう、取り直してもらったりとかしてんだけど。で、もうとりあえずカンパケって言って、もう完全パッケージになりました。来週、今週の金曜日に放送する番が出来上がりましたって言うんだけど。あのね、ムカつくのが、そういう俺は小物が入ってるのがすごい好きなわけですよ。で、今回その天命チキンレースっていう名前で、ルール説明をしてる後ろのところに、あの、皆さんご存知ですかね、天命チキンレースですよ。で、もう俺公園でこうルール説明してんですけど、不良のおっさんみたいな格好してんですけど、その植え込みのところに、俺からしてみたら、聞くぜっていう、加納天命さんの写真聞くと思うときあるんだよね。具体的には言えないけど、でもそれがおかしかったのは、それが、うわ、これ、俺、うんこみたいにするっていうのを、ある食べ物を、厚生の渡辺くんの前で食べて言ったときに、渡辺くんも食べて言われてみれば、あったよね。あったよね。渡辺くんは神に誓うかどうか知らないけど、その、渡辺くんが神に誓うかどうかは別として、そういう、お互い、全然架空の味だよね。絶対架空の味なんだけど、なんだかわかんないけど、そんなの、なんか味とか、その鼻の奥の匂いとかちょっとあるんだよなぁ。だこの話とかもちょっと好きなの。ペンネーム、白衣のペテン師。僕の家には中庭があります。その中庭は、床がほぼタイル張りなのですが、中央に90センチ四方のスペースが空いてあり、そこには土が入れられ、修羅の木が植えられています。結構俺のイメージはおしゃれな家なんですけど、完成、なんとかハウスとかああいう感じの家なんですけど、家が建てられて3回目の夏、のある日、この辺りではあまり見かけない羽が透明なセミが中庭の床の上で弱っていました。しばらく見ているとセミは死んでしまったのですが、数日後ふと目をやると中庭の木の根元にセミの抜け殻を見つけました。そこでピンときました。中庭で弱っていたこの辺りではあまり見かけないセミは、この中庭の土から這い出して来たものが浮かしたセミ。もうこういう番組だからね。こういう番組だからさ。だから逆に大変なのはだよ。規制を入れようって局が多分してくるとするじゃん。そうすると、急に俺じゃないかね、大変なのは。あの、アメリカの DJ スタイルとかはディレイつって5分、5秒とか10秒とか遅らせて放送して、その間に、あの、プロデューサーディレクター判断して、どうしてもダメなやつはそこに P を入れていくみたいなのがやり方だから、そうなってくると、今の倍、いや3倍言うやつを、ボンって、もう、ディレクターがピリ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 ってやってて、で、俺は巧妙にその P を打ったやつがモールス信号的に断線器を示してるようなやつまで入れてくから、そっちが大変ですからね。先ほど、荒垣結衣さんを見かけたのですが、髪はボサボサで服は汚らしく、ボーボーの髭を生やして、チンゲをかきむしりながら、風俗行きてえなーそういう役じゃない？そのカメラを見っけなかっただけで、多分荒垣結衣ちゃんがそういう役で、ゲックに出てる撮影の場所をお前ら多分見ちゃったんじゃないの？多分そういうことだと思いますよ。どういう役をこいつ。そういう役で、大河に出てるところをお前ら間違えて、このラッパーザキバチョフさんが見かけちゃった可能性がありますからね。じゃあ一回 CM 行きます。月曜日から一応日から新宿の方か、コニー、アゾカタシ、いやー、トラノ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 、この子。さあ、脳みそがうっかりした感じとか、あと何でしょうね。ちょっとこう喜怒哀楽のどれにもハマらないような、でもなんか聞いちゃうな、なんか読んじゃうなみたいな、そういう
話を広く募集してるコーナーなんですけど、久々にやってみます。ちょっと簡単なやつだと、あるあるまでいかないの。ペンネーム、ペロペロペロリン。私は電動のヒゲ剃りでヒゲを剃っていると苦味を感じます。あのなんかね、俺もヒゲが薄いからあんまり頻繁にヒゲを剃らなかった。それとあと T 字が好きは基本的に T 字なんだけど、たまに、メイク室はまあ電動なんだよ。電動を使うじゃないですか。で、こう、なかなか剃れないやつがあって長くずっと当ててると、その振動がベロにも来るじゃん。そうすると、山椒の実を食べた後の感じってわかります?苦いじゃなくて、ベロがちょっと痺れる、あのベロのウィーって痺れてるやつの感じがして、味がしてくるのはすごいわかるんだね。で、それが人によって多分苦味だったり、辛さもちょっとわかんなくもないんだけど。